ももクロさんのライブがあるらしくて、え、めちゃくちゃうまい、めちゃくちゃうまい。あなたのハートにベネトレイト。どうもリベロです。今日もリベロチャンネルご覧いただきまして誠にありがとうございます。味の素スタジアムにやってまいりました。本日2023年8月6日日曜日、明治安田生命 J2 リーグ第29節東京ヴェルディ対清水エスパルスの試合でございます。今日も暑いです。雲がもう夏だもの。リベロ抜きの絵も撮っときましょう。いやー、観戦日和と言っていいのかこれは。ちょっとね、避難しないとまずいですね。これはあっちの入道雲がすごい。こっちがアジスタで、あとこっちの方なのかな、体育館でももクロさんのライブがあるらしくて、人がものすごいことになると思うんですけど、帰りとか大丈夫なのかな、時間かぶってるかどうかちょっと分かんないんですけども、ももクロさんごめんなさい、あんまり詳しくないんですけど、オレンジ色はいない。あ、知ってる人が来た。なんか爽やかになりましたね。今までどう見えてたんですか。去年の FC 東京戦で前日にシート張り来たんですよ。そしたらコロナ発症して、そうなんですよ、試合来れなかった。来られなかったんだ。だからその雪辱を果たしに参りました今日。去年入れなかったアジスタに。なんか天気がいいのか悪いのか、雨が降ってる。こっちからドバーッとドピューッと。民族大移動が。ステージが和太鼓、セッションペールエールをください。はい、ありがとうございます。900円で、ちなみにこれは何が入ってこういう、ケール、ケールです、はい、キャベツみたいなやつ、そう、青汁みたいな、あ、健康になります。いやいやいや、OGA ブリューイングさんの、なんだっけ、セッションペールエール、セッションペールエール、なんかお店の方に聞いたら青汁みたいなって言ってたんで、ちょっと不安ではあるんですけども、いただきます。じゃあ乾杯。乾杯。あ、全然なんか青臭さとかがあるわけじゃないですね。どっちかっていうとお茶風味。確かに、はい、確かに全然あの見た目で敬遠してる方は大丈夫です。美味しいです。買ってください。最近動画内で毎回ビール飲んでる気がする。いや、あれだからビールコーナーがある。ビールコーナー。雨が降りそうで降らないというか、ちょっと降って止んでみたいな。急に来た。子供はもう喜んじゃって。なんだね。やったーみたいな感じ。これまだ降ってるけど日が出て青空は見えてるんですよね。キツネの嫁入りだ。大葉混ぜそば、砂島さは、はい、ちょっとなんだろう、アジスタといえばなんだろうみたいなの探してて、アジスタといえば、いやでもお隣さんとか有名です。すごい並んでますよね、はい、なんか今あの方のお兄さんがヴェルディの選手だったらしくて、はい、それでなんかみんな来てる感じですよね。取材するんだったら隣とかは結構有名じゃないですか。いや、でもここはせっかくなんで、行っちゃいます。
ですね、ありがとうございます。せっかくなじゃあちょっとまあこれがまだなくなってないんですけど、じゃあ今なくしますんで。でも今日もめちゃくちゃ人多いみたいですね。さっきからあ、ちょっとライバル的な。ちなみに僕はこれワークマンで買ったんですけど、こちらはどちらで？ナイキです。あ、ナイキだ、ちゃんと。僕はオーバーの、はい、あの緑のつながりで今日は、はい、出させてもらってる緑つながりで。ああ、じゃあ普段から出られてるわけではないですか？普段から僕らお店やってて、はい、であのこの緑のこの大葉の混ぜそば屋さんと、はい、大葉のジェノベーゼ屋さんをやっています。へ、はい、綱島で。あ、でこの綱島のサワーっていうのが、はい、ご当地の綱島サワーっていうサワーで、はい、大葉のピクルスを焼酎と炭酸で割ったサワーです。おお、はい、せっかくなんでじゃあそれを、はい、いただいてもらってはい、ありがとうございます、はい、こちらが綱島サワーになります、はい、ありがとうございます。どうぞ。取りながら持てるかな。はい、こちらが混ぜそばです。ありがとうございます。ちなみにお店の名前は、お店の名前は麺どころ精神っていうラーメン屋さんと、はい、あと綱島ファットマムっていう、ダイニングバーになります。ファットマム、ファットマムです。 FATMAM です。はい、調べます。はい、お願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。これ手黒っ。どうしようかな。今の撮りました。多分。通常より水分多めになりました。ちょっとハプニングがありましたけど、改めて大葉のサワーと混ぜそばです。ホームのスタグルですけど、緑を食べるってことで、すごい初出店らしいんで、この動画をきっかけに伸びてくれたら嬉しいなという。いただきます。え、めちゃくちゃうまい、めちゃくちゃうまい、マジめちゃくちゃうまい。動画とかじゃなくて本当にめちゃくちゃうまい。あ、なんかちょっとイタリアンな感じが。ジェノベーゼ、これちょっとこれから話題になるんじゃないですか、ベルディサポさんの間で。そして大葉のサワー、ほんのり大葉を、はい、さっぱりしてます、ね、うん、で夏にいいですね、爽やかな、はい、何か食事と一緒に、うん、ね、ぜひ混ぜそばと一緒に。はちょっと初出店でこれをいただけたのはめちゃくちゃうめえ。宣伝しなきゃ、ツイッターで。イエーイ。いや、めちゃくちゃ美味しいものを食べてる途中だったんですけども、列整理の時間がやってまいりまして、雨がやばい。このまま降り続けないでくれ、止んでくれ。やば。去年来れなかったアジスタ。広い。ユーチューバーの目も頼むよ。高橋ユーチューバー、高橋ユーチューバー。
ーフタイム。タイムベルディ君。ベルディ君。リベルも来た。あ、リベル。来た来た。リベル。リベル。ああ、ほらパルちゃんだよ。パルちゃんがいるよ。イエイイエイイエイ。リベル。お、ベルディ君イエイ。Tuck, tuck, tuck, tuck.
チャンネル。ちょっとあの若いノリでできないんで、もうあのさっきもう抱きつくしちゃったんで試合終了の瞬間にすいません。はい、あ、のむちゃん、のむちゃん、のむちゃん、お疲れ様でした。ベルディにベルディにダブルで、はいはいはい、そうだダブルだ。ベルディだけには負けたくなかったの。どこのカテゴリーでも俺岩田とかどこでもいいさ、ベルディだけには負けなかったの。もうずっと昔からそこやって社長、はい、社長、はい、急に出ましたけど、はい、紹介してしまって大丈夫ですか。3位です。そんなことより3位と、はい、ホリケンイージアリム様の社長様です。いつもありがとうございます。あれ、はい、今日良かったですね。良かった。でもこれで終わりじゃないですからね。これからこっからですから。あと残り13試合全部勝とう。そう、はい、そういうこと。他が勝とうか何か関係ない。俺ら勝ち続ければ。そう、はい、言ったとかだ。諦めなきゃ絶対繋がるから夢が。ほんと繋がる。うちなんか勝たないともう始まらないだろ。内容とかなんかで、ね、もうどうでもいいんだよ。勝って勝ち点3取って持って静岡に帰って、はい、また来週土砂降りの中山口雨の山口戦。うん。え、明日だよ。次降るんですか。降る予想だよ。予想だとね、台風来てから雨だけどね、ま、シーズンは強いんだ。雨にはそう、山口のアウェーでね、あの6点取ってますよ。だから雨強い。いわき9点取ったよ。取りましたね。やり直そう。藤枝も5点取りました。そうおーおーおー、みんな入ったから。そうまあ、とにかくね、ちょっと待って、コールリーダー来ました。コールリーダーがコールリーダー、さっきあっちの若い方で映ってきたんだね。いや、石野からも、いや、石野さんからもう映っちゃったから。コールリーダー、今後の意気込みなんかありますか。ありますか、コールリーダー。全部これ勝つだよ。残り勝つだよ。そういえば、残り勝つだよ。全部勝って、我が1位いけるか。終わってんの、自動昇格が目標だからね。忘れんな、見てみんな。てっぺん目指しましょう。つながってるよ。まだ指はつながってるから。諦めないで、どんどん行きましょう、上に。上しか行かない。なんか腕しか見えてない人。ちゃんのもパイセンか。ちゃんのもパイセン。いやー、みんなの笑顔が。トランキー。よかったね。よかった。焦んなよ。ちょ、か、俺、顔。はい、見上げー。いやー。あきまー。苦しい。苦しい。苦しいな、おい。苦しいな。すげえ演技でやな。ありがとうございます。よかった、よかった、今日はね。よかった。次、ホームでお願いします。ホームでお願いします。頑張りましょう。ありがとうございます。これ何のチャンネルですか。リベロチャンネル。登録してください、皆さん。ありがとうございます。これも登録します。ありがとうございます。言いたいこといっぱいあるけどね。もういい。終わりにーし。これ YouTube なんですか。YouTube ですね。あ、見ますの。はい、出てます。じゃあ、しゃぶしゃぶカムキさんも私行きますんで。お願いします。はい。はい、まだちょっといろいろ発表あるんで、またお願いします。ありがとうございます。とりあえず9月の2日、はい、開けといてください。分かった。9月2日。2日、徳島線ホームと徳島線の前の日に開けといてください。はい、分かります。土曜日です。土曜日。はい。お願いします。はい。はい、お願いします。なんとなく待ってます。ピン止めておきます。ありがとうございます。はい、というわけで。あ、まだなんです。はい、というわけで今回もリベロチャンネル最後までご覧いただき誠にありがとうございました。もしちょっとでもいいなと思ってくださったら、あのリベロの涙にちょっとでもいいなと思ってくださったら、あの、ま、高評価ボタンとチャンネル登録をポチッと。最終戦優勝者どうなるのかって死んじゃうんじゃないの。本当に失禁します。失禁します。やばいよ。まあでもいいよ、はい、感情出して、はい、行きましょう。どこまで言ったか忘れちゃったじゃないですか。あのチャンネル登録お願いしま す。ダサポさんも大歓迎です。ではまた次の試合、山口戦の動画でお会いいたしましょう。リベロチャンネル、リベロとエクターモモちゃんでした。ありがとうございました。明日待ってました。はい、アギッチ。ベルディーを飲んでベルディー倒しましょう。行きましょう。はい、全然聞こえませんでした。はい。